なんかワン,ワン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 って言ってた猫だからにゃんか <laughs> 多分分かんない音声ついてないから分かんないけど今日はプレゼント紹介をするのとまあ公演の話とかもできたらいいなとか思ってたり思ってなかったりします <laughs> あ自己紹介しとくかもうちょっとした はい、SK48 自力研究生のりーちゃんこと杉本リー奈です14歳の9月20日生まれの大型乙女座ネズミ年ですでも好きな動物は犬とうさぎですサイリムカラーは赤ピンクシロドの3色です是非次会った時はこの3色を振って応援してくださると嬉しいです、えー、フォローコメントなどなどで応援よろしくお願いしますお願いしますおっえすごい 一気に画面が明るくなったリーナさ画面をね暗くする派のの人なのよもう一番下まで暗くする人なの普段だからみんなの画面ではめちゃくちゃ明るくなってるかもしれないけどよろしくオンリーワン兄ちゃん元気かい元気ですなんか鼻声も治った気がする言われなくなった ずっと続いてから言われないのかもしれないけど初見です初見マークついてないです猫の合唱にゃんにゃんにゃんありがとうございます <laughs> ありがとうめっちゃ嬉しいな,なんですか <laughs> な,なんですかな,なんのアイテムですか えーかわいい猫ちゃんが好きなんですかちょっとプロフィール見たらさめっちゃ可愛い,い猫がいるんですけどそこはカニじゃないんだ <laughs> そこはカニじゃないんだって思ったけどいいですね猫ちゃんありがとうございます嬉しいおお腹なっちゃった嬉しすぎてお腹が鳴りました <laughs> お腹までもあのりなの嬉しさをね表現してくれてます 猫ちゃんありがとうございますカニさん猫ちゃんありがとうございますあリナさんリナさんですよ <laughs> こんばんはだ誰かと誰だと思った逆にこんばんは思ったより早く帰れたので間に合ったありがとう今日はプレゼント紹介なんでねあのー、あなたからのプレゼントを <laughs> 紹介しますねありがとうございます 結婚仕掛ける1逮捕安定の逮捕です仕事終わりに逮捕されるとか可哀想ですね主権さんはいはいハロー l o Nice to meet you <laughs> <laughs> こんばんはりなちゃんの結婚阻止を阻止こんばんは結婚阻止を阻止しないでください阻止仕返しますよ私仕返しますよ仕事早く終わってみるの嬉しいなんかみんな仕事早く終わってんじゃんよかったね ネズミが顔ポーズえネズミってこう,こうじゃないなんか動物って何でもかんでも顔おな気がする7月1日の席立ち見でしたさ最高峰からリーナコール頑張ります頑張れおまあ1年ぐらい推し活動自粛してましたすいませんそうなの確かに久しぶりかもこんばんは <laughs> じゃあこれからはねあの一生

そうそんな久しぶりな気はしないけどこんばんは <laughs> そんな久しぶりではないけどやっと投げれる公園にーちゃんおおえっ7月1日真っ暗にするそうりーナいつも真っ暗にするのよごめんわ来たもう一回自己紹介もう一回やんの書いてあんのに はい、SK48 自由研究生のりーちゃんこと杉本リーナです。14歳の9月21日十ま日の中学3年生です。好きな食べ物は唐揚げおま団子かりんとうまんじゅうです。大型乙女座。サリムカラーは赤ピンク白。ピンク忘れないでください。フォロー、コメントなどなどではよろしくお願いします。お願いします。これでいいですか暗いと見に、見にくくないいや、目に悪いから暗くな。 暗くないととちゃんん気使ってるんですよ土曜日は投げられなかったからねなくなったえどういうこと <laughs> どういうこと自分も画面めっちゃ暗くする暗くするよね分かる <laughs> ちゃんと言い直しを入れてくれてるプロフィールにありがとうごめんねそうなんかなんかねめっちゃ目に悪い気がしちゃうのよからやめます リーちゃんの笑顔が明るるいから画面も明るく見える笑顔で変わるんだ画面じゃありーないつもさスマホ見てる時とかさ結構笑顔なのより <laughs> ーな結構ネタ系のさ SNS とか見るの好きだから結構いつも笑顔なのね <laughs> じゃあいつも画面暗くしてんのに明るくなっちゃってるってことダメじゃん笑わないようにしようかな <laughs> 目目悪く。 なならない効果ゼロになっちゃう気温差があるから体調気をつけてね気をつけますみんなも公園元気なパフォーマンスでフレッシュよかったありがとう <laughs> 次回7月1日ちょっとね前回の反省を生かして頑張りますちょっとねいろいろね反省があるんですよ私 <laughs> ちょっとね いいろろあるんですよ最後の <laughs> 最後のね言葉だったり <laughs> 水のないプールだったりあまあいろいろあるんですけど今頑張りますぜひ私のサイレンも振ってうちわも振って応援してくださると嬉しいでするかくんあるかくんって名前なんだかわいいね <laughs> い猫ねかわいいよね <laughs> 犬派だけど可愛い。普通にリナは動物が好きなんで。結婚してかける10。ミス阻止ミスしないように頑張ります。<laughs> 頑張ります。服可愛い。よくぞ気づいてくれました。これはあのフライパンの人からもらったお洋服です。ピンクのワンピースちゃんと届いてたよ。ちゃんと届いてた。え、めっちゃ可愛い！ でもなんか <laughs> ママに紹介したのね <laughs> これもらったよとかいろいろね紹介したらやっぱリーナってそういうふうに見られてるんだって思った <laughs> うん思ったって言われたなんか子供子供って思われてねって言われた <laughs> 確かにと思ってえくないゃないから 毎日着る感じではないと思うけど特別な日に多分着ます多分というか着ますありがとうございますなんか地雷だよねこれリーナはね多分ねあれあれなんですよフレンチガーリーなんですよねきっといや違うな何でもないけどフレンチガーリーになりたい人です <laughs> 自称自称フレンチガーリーの何でもない人ですでちょっと一通り読んだら 紹介しますね。七月九日も公演ですね。え。もう発表されたの。え、発表されてた。え、知らなかった。そうなんだ。そう、そうです。七月九日もです。七 <laughs> 月九日も。来てね。あのお友達とかも誘ってください。だって、あと二回で。 リーナが今回の反省を生かして次頑張ります。次の反省も生かして次頑張ったらもう最強だよ。絶対見に来るべき。福川ありがとう。土曜日楽しかった。ありがとう。どこにいた？<laughs> どこにいた？<laughs> ちなみに。僕の可愛いリナこんばんは。土曜日に初めて劇場公演で歌って踊ってるりなちゃんを見ました。おお。初めて。すごいじゃん。どうでした？どうでした？<laughs> プレゼントって難しいですよね。えわかるめっちゃ難しいよね。バツマルくんも逮捕お願いします。結婚式から一逮捕。地雷から逮捕されました。七月九日おめでとう。え今？今発表されたのもしかして？七月九日はいつものポジションじゃない気がするんだよね。リーナ的に。まあなんでみんなから見て。 左の方が多いのかななんかみくるさんポジはみんなから見て右の方が多分多いんだよねどうだろう分かんないけど真ん中か左ぐらいかな <laughs> 基本的にぐるぐるしてます多分「こんばんは」「公園に入った星」「り」だけどもう入りたい「星」が分かんないけどもう入りたい。 あそ,うね、そうやってねあの思ってくれるのは嬉しいですね <laughs>。ありがとうえちゃんと気づいたよリーナでもさなん,かなんかさ反応薄くないリーナ気づいてさ普通さなんか気づいてくれてありがとうみたいな感じじゃんでもえ多分笑ってもなかったマスクしてたけどこんな感じ。 でもリーナの理想は321でリー奈気づくよこれが理想ちダメだちゃんと笑顔になってください間がはちょっとこれダメだよ髪サラサラですねありがとうお風呂上がりなんで私特にサラサラだと思います今 国史上の英語は流暢って言うのこれだなかっこ棒なんで棒なんですかちゃんとね並々の棒でお願いしますね土曜日の公演めっちゃ楽しかったよまた行きたいなありがとうまた来てねだってあと二つも決まってるんだよ来るしかなくないあ、LJC なんだ LJC ですよフォローありがとうニナちゃんこんにちは今日も可愛いありがとう七月一日七月9日公演来てね 7月9日ミィアグロミアがブー,イロー,グローリングアップ公演、ね、11期生はゆねちゃん以外が出演あゆねちゃんだけいないんだちょっとあんまりね見てなかったけどそうなんだうみんなでねまた寝たいけど寝たいうたやりたいけど <laughs> ちょっとその上のコメントでさ「ネタ系の」ってあったからさ「あこれ次思う」って思ったら「たいになっちゃったたネ,ネタっていうのがあって <laughs> みんなでまたやりたい。 やりたいまたじゃないの初めてみんなで出たいですねネタ系の SNS 気になるねなんか面白い系ですよこの前劇場で見てパフォーよかったありがとうエリラ気づいたよちゃんと気づいたでもなんかみんなによ最後のバイバイの時みんなになんかいろいろ言ってた気がするけどかわいいありがとう 最近はネットショットショッ,ッ,ショショッピングしてますか <laughs> してないんだよねそれが。あ、でも2週間前ぐらいにした。最近じゃない、ね、?2 週間前は最近じゃないね。え、わかんない。あ、最近か。まあ、1か月以内だったら最近か。最近です。しました。何やったっけなリーナ。あ、そうそうそう。ルームカバー。ウソ。ウームカバーみたいなやつウームカバーみたいな。ここに。ウームオーマー どっちの読み方もあると思うとズボン買いました <laughs> あのレッスンの時に履けるやつね大丈夫次頑張ればいいんだよ優しいですね頑張ります今日も可愛いですねありがとう是非7月9日で生リーナを見に来てくださいね毎回の公演でちょっとずつ変わっていくのが楽しみえためっちゃ変わったと思うリーナこの2ヶ月頑張ったよ <laughs> 反省点言わなきゃ気づかない本当花鼻も好きいつも言ってくれてありがとうどんな先輩でも完璧はほとんどないし反省することはいいことありがとうあピンクの届いたんでよかったよかったそう届いてましたあの白黒も届いてましてまた紹介しますけどプールといえば水泳の授業始まりましたかプール掃除真面目にした始まったか始めてないかは言いませんけど念のためねプール掃除はしませんプール掃除なんてしないよ フル掃除はあの生徒の役目じゃないですねきっとわかんないリーナはやってないお洋服かわいいかわいいよねみんなもかわいいやつを送るんだぞ <laughs> とっても素敵です服あでもねあのプリンのやつも素敵だったよえマジうれしかった通り部とか最強すぎるんだけどガチで舞い上がりました <laughs> 全然さくるみんとかトーリベとかさもう本当にマイキーぐらいしか知らないのにさみんなに紹介したちふゆだよちふゆだよありがとうこんばんはですこんばんは地雷ちゃんそう地雷なんですよね多分多分分かんない全然地雷っぽくない,いやでもね多分生で見たらめっちゃ地雷だと思うよ <laughs> 多分これから身長伸びる予定ですか予定では160まで伸びる予定ですね でもリーナ今159なんだってほとんど160じゃんえじゃあ絶対いけるやん165は行きたい先ほど次の公演発表された先ほどなんだね来てねえじゃあもう買いとこ <laughs> テロップに買いとこあれですよ公演はあのー、ちょっとでも用事ないんだったら来なきゃダメだよあれですよその公演がいかに長く続けられるかみんなにかかってるんですよからみんな来てねえー、っと何て書こうかな 7月 9! カッコかっこ。みんな知ってた矢を左右にやるとかっこになるんだよ。<laughs> あのタイピングのやつのキーボードか。日曜日だよね。言ってしまった。ああ、最悪。上にさ、スワイプしたらさ、コメント全部どっか行っちゃうんだよ。最悪ですね。んとかさ。 打,つとす打とうとするとさ「うん」ってこうやってやるやんこうやってやった時になんか携帯のやつがなんか上に上がってなるんですよあーえあえ何あもう最悪みんなテロップ書くのめっちゃ下手だわ「7月9日後日こううう」 うまくいかないおいったいったいったナイスーあーコメントごめんどっか行っちゃったわ行っちゃったごめんなさいテロップのせいだ <laughs> いつも我顔の人が今日は笑ったという楽しみ方もあるかもよいやいつも笑ってください ややっぱオタク側も笑顔でレス返し,した方がいいんやなそうだよ君はすんごい笑顔だったけどね <laughs> ちょっとなんかニヤニヤしてるなって思ってたけどね面白かったよ <laughs> もちろん7月1日も9日も来るんだよねもちろんねずっと土曜日で投げられなかったんやんけど9日は日曜日やから投げれます投げてください来てください兄ちゃんおはようおはよう 今起きたんですか。L. J. C. も四分の一が過ぎました。そんなこと言わないでよ。受験が近づいてくるじゃん。リーナ。鍵括弧。みんなでまた寝たいです。<laughs> <laughs> ちょっとね。ギリアウトだよね。<laughs> 公園で寝ないでください。<laughs> みんなで。公園で。公園のお知らせでみんなでまた寝たいとか言ったのやばいよね。<laughs> やちゃん久しぶりなかなか見に来れなくてごめんねいいよ全然7月9日来ますか <laughs> ただ来てほしい人ですリーナはまあお仕事頑張ってくれてるということでなんかねみんなが頑張ってるとこっちも頑張れんのよ <laughs> だからお互いにね頑張っていきましょうこれからもコップに炭酸入れたらハエが中に入って飲めなくなったそれ,は <laughs> それはどうまい <laughs> どんな以外な言葉ない着席の一番後ろの一番端だったから気づかれなかったえ気づいたよえリーダから見て右後ろじゃないのえ気づいた気がするんだけどやっぱ劇場ではレスを返してくれる子のコールしたくなるよねあそうなの <laughs> ネットショットショッピング最近キョッピーが失敗してやはり難しいんだなと感じた <laughs> キョッピーまた失敗したん多分向いてない <laughs> 多分向いてないですきょっーネットショッピング <laughs> 向いてない7月1日の座席出てたえー、っと通路横の3列目どっちが通路か分かんないんだけどリーナ <laughs> どっちも通路じゃないまあ3列目ですね分かった分かったリーナのサイレン振ってたら気づきますファンに説教する時怖くなる説教する時笑ってる方が怖くない あでもリーナいつも笑ってるっけ <laughs> たまに笑ってるかも結婚してかける10 <laughs> どうしようかな公園サボりなそし公園来るのサボんないでくださいね来てください大きいリーちゃんやだどんなリーナでも愛してくださいあれですよそういう時にあの一番素敵な返し方をするのが 愛せる部分が増えたからいいじゃんって言うんですよ見慣って見慣ってくださいダメだよリーナが身長伸ばしたい理由ですよみんなから愛される部分を増やしてるんですよ1ミリでも1センチでも0.1ミリでも分かってるみんなが愛せる部分が多くなるんですよだからみんなその分愛すべきですよ嫌だとか言ってる場合じゃないんですよそれは逃げてるだけですよダメです なんかね身長でさ好みとかあんの良くないと思いますようちの娘は身長1 5 9センチで止まったかな星になってるそうなのえでも159良くない星しなければいくわ何をしなければいくのめっちゃ気になるんだけどその星が一番大事なのよ <laughs> その星が一番大事失敗とかミスとかそういうこともしかして まあいつでも私の気分はミスしないですよ気分はミスしないおかしいですね <laughs> 昨日ユークルリーナでご飯食べたそう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 みそカツ食べたゆうねちゃんは何だっけなハンバーグ <laughs> え確かハンバーグそうでなんかくるみに言われてた「お子様プレートみたいだね」<laughs> 意外とくるみ言うのよ関西人が出てるんですよこの小さいハートみたいなのどうやって出すの ハートってて手出きます <laughs> リナもなんか見つけたからつけてるだけなんかどこにあるかわかんない <laughs> なんかなんかしてたら見つけたけどそのなんかがわかんないのよね重要なところがわかんないですあでもコピペでもすればいいんじゃないですかどうせキョッピーに送りたいんでしょ「We are グローミングアップ樹液全員見たい」全員でね出演したいよねわかる ー,チャーの人ですこんばんは笑顔隠して <laughs> めっちゃクールにしてたつもりなのに <laughs> おもろ <laughs> 全然クールじゃなかったよめっちゃニヤニヤしてたよちゃんとあのニヤ隠しきれてなかったあのマスクからもうにじみ出てました <laughs> 面白かったよ あな,んかなんかさ今君とかの時さ普通さニヤのファンの人ってめっちゃ「何曲いいな」って思ってすごいしみじみしてんのよでも一人だけめちゃめっちゃニヤニヤしてんの <laughs> おもろい <laughs> なんか水のないプールとかもさなんかもう「あのさあのさ」ってなるとこじゃんなるとこなのになんかめっちゃめっちゃニヤニヤしてて <laughs> 面白かった、まあ、これからもそれでい,い,れいればいいと思います ビギュラーさんこの間の公演入ったよりーちゃん可愛か,かったな <laughs> ありがとうじゃあ次もねその次も来てあのもうあのー、友達になりましょう, <laughs> う本当に友達ぐらいになりましょうねレスは常に気のせいだと思ってる気のせいだと思わないでくさいななんでだってさりーなのサイリウムを振ってりーなからレス来るんだよ気のせいなわけなくない 自分の再利用見つけたからレッスンするんだよ。当たり前じゃん。気のせいだと思わないで、もう全力笑顔で返してください。めっちゃ,っちゃ笑顔でお願いしますね。本当に。目つぶれるぐらい。七月九日は申し込みする。待ってます。九日も応募する、ね。ありがとう。<laughs> サマーツアー東京行くよ。あ、リーダの。それは楽しみ。え、まだリーダ曲も何も知らないからさ。<laughs> 楽しみだね。 今年中には We are Growing 行きたいとは思っているけど。ダメだよ。口だけじゃダメ。有言実行してください。仲良し3人組の10期生と、ゆねちゃん以外の11期。おおそうなんだ。いいね。ゆ <laughs> ねちゃんもね、追加出演できたらって感じだけどな。まあ、忙しいんだろうね。名古ガールズフェスティバルかなてんてんてんになってる。配信見てたよ。ありがとう。どうでした <laughs> え、ここの会来たすぎで来てほしい人とか言われたら。 なおさら来たくなるててよだって日曜日だよ日曜日曜で癒されてそのまま月曜日めっちゃよくないめっちゃいいと思います来てね <laughs> さすがりーちゃんうれしくて目から汗が目から汗は出さ出さないでください <laughs> 最近りナな疑問に思うんだよね足からさ汗って出るりナなさ頭皮からしか汗出ないんだけど首 足って汗かく最近めっちゃ思うんだよね最近夏じゃん夏といえば汗じゃん暑いから足なんかすねからさ汗出たことあるみんなえないんだけどリーナえリーナがそういう体質なんだっけすねから汗か,かかない系の人みたいなえそういう感じかな最近めっちゃ気になってるんだよね頭いい方は是非調べてください <laughs> 7月9日は髪手の奥の方で泣いてる大丈夫気づくからか立ち読みでも気づきましたよりなちゃんとりなさんよくコメントするところを見かけるから締めのコメント得意なんだなと思ってます締めのコメントって何 <laughs> えよくコメントするところってなんだ <laughs> 他の配信でコメントしに行くってことえりなあんま行かないかも えでも絶対そういう意味じゃないよねあらどこでそんな素敵な返しを覚えたの <laughs> どこでしょうね生まれる前から知ってました愛せる面積が増えたワリーナ名言そ名言出ちゃったもしかして隠しきれなかったワリーナの頭の良さがサイリウム足りないミレイさんだけにするなんで振ってよそれはそれは自由人すぎるよさすがにいーちゃんの身長を把握してないので 早くはじえましてしに行かないと来たやん <laughs> え来たでしょえ会いに来たことあるよねあるって絶対え来たよなんでハグハグしとるやんすんぎ姿のくるみんとりーちゃん見かけてびっくりした <laughs> なんでみんな見かけてんの <laughs> 面白え どこで見かけたエリナさん、オアシス21のサーティーマンに行ったのよ。えそしたらなんか、意外と目撃、目撃されてて、面白かった。でも、一人はめっちゃ気づいた。あの、こうやって笑う人。いや、めっちゃ特徴的で、そこが可愛いんだけど。あ、男の人ね。そこが可愛いのよ。なんか、マスクの下知らんけど、なんか。笑うときいつもこうなってるの。なんか、スヌーピーみたいでめっちゃ可愛くてさ。え、そのスヌーピーが、いたんだよ。 え、相手気づいてたえもしかして君がスヌーピーかわかんないけどなんかこういうマスクしてるアヒルマスクしてるえもしかして君 <laughs> 大人になってきたなそうだよゆねちゃんご飯おかわりしてたいやしてないよだってそんなねめっちゃおかわりする系のお店じゃなかったからくるみん厳しい <laughs> 意外と厳しいのよ <laughs> まあそういうい関西ノリなんですけどね俺は可愛ければ OK な人あだからこっちに来てくれるんですかありがとうございます遠回しにりーちゃん今でもバイスクリーナーって同期に呼ばれてもたまに呼ばれるなんかさあそうそうりーなさチーム E さんの <laughs> あの新曲とか新曲を聴く時にりーな YouTube 見る時ネタ系見るって言ったやんでだからネタ系見て,見てる時りーな1.5倍速にしてんのよ で MV の時も1.5倍速が続いてて「めっちゃこの曲速いやん」って思って「いつか自分を踊るってなったら絶対踊れないわ」とか思ってたら案の定1.5倍速になってて <laughs> やばかったっていう記憶はありますねそ,そういうののせいで「倍速にな」って呼ばれてんだよ <laughs> それのせいだよね絶対早歩きだし。 9日当選したら劇場でりーちゃん見るのは今年初になるハルコンでは見れたえそれは楽しみですねゆねちゃんハンバーグ好き確かにハンバーグ多いねゆねちゃんのご飯はたつきくるみんなじこと言ってる <laughs> ついてないですより <laughs> な <laughs> ちゃんは優しくて鋭いって呼ぶのこれありがとうふふ <laughs> しましたあゆいうよ新聞やっちゃいましたあ やってないでもちょっと今日なプレゼント紹介したいんですけどあとみんなにもちょっとみかんのむき方間に合わせたいんですけどえどうすればいいの余ったら時間が余ったらあゆよ新聞次回絶対やる次回はもうプレゼントもないんで <laughs> あいおよ新聞杉本りな新聞やります有言実行するんで覚えててください。 兄ちゃんの全力笑顔かわいいありがとう <laughs> これからにやけるな <laughs> にやけるのもなんかあれだけど <laughs> まあ面白いからいいんじゃない面白いよにやけるとうんまあ一番いいのはあの程よい笑顔、ね、やりすぎやなこれくらい本んにこれくらい <laughs> 口口下を笑ってよ なんか涙袋ちょっと出るかなぐらいでお願いします里ナちゃんはお便いの要求が厳しめ、まあ、確かにさっきのは厳しかったかも涙袋出るかなぐらい <laughs> 無理だよなふ <laughs> ナちゃんの目のなくなる笑顔好きいつもこんな笑い方しないよりいな東京ライブ行くけどうちはと再利用どっちがいいどっちも欲張りなんで日曜日だけど仕事だった <laughs> 許せないふふふ 許せない仕事を憎むよそれはツアーの東京のチケット代払ってきた偉いちゃんと忘れないうちに膝の裏から汗かく本当公園来たすぎるよ来てよ人によっては汗だ足にたくさん汗かく人とかいるえー、そうなんだ普通にあるあるマジ <laughs> え本、ー、当？んりな特殊体質みたいな得意体質みたいな感じもしかしてえ リーナレアキャラじゃんやったーレアキャラ認定されたねレアキャラってことだよねつまりえっえそういうことじゃんキャッチフレーズ使えるくないこれはいえ <laughs> 足に汗かかないのはだーれリーナーはい s k 程度全規制のレアキャラですみたいないやダメだ不採用です <laughs> 不 <laughs> 採用でしたサウナ入ったら汗出るんじゃねいや足はかかんリナサウナは結構いくけどかかんかかん足の裏とかは汗かく足の裏か確かに足の裏はかくわすね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 には汗かかない系女子みたいなみちゃんとさっく東京登場そう東京登場だよ 足裏からも汗が出る確かに足裏はちょっとレアじゃなかったわえじゃリーナノーレアキャラじゃんノーマルじゃんえでもすねかかないかレアすねレアすねレア系だよねそうだよねだって日曜日だよとりあえず友達に LINE してくるわして,してらっしゃい <laughs> 引っかかると思ったのに まあ代わりで握手もトークもしてるよありがとうそうだよだってリーナに何回も聞いてきたじゃん俺の名前わかるいやわかんねえよみたいなわ <laughs> かるけどわ <laughs> かるけどね一回リーナ忘れたよね一回忘れてたよねリーナ <laughs> 足の裏はよく汗かくので水ぶくれができますそんなにそりゃかきすぎじゃないある意味レアじゃんよかったね Oh、ちょっとごめんなさいリナのタンスじゃないよこれ <laughs> 人のタンス <laughs> <laughs> オーシス21は気づかれそうまあ、それはそうだよね公園終わりに夜行バス回ってたらクルミとリーちゃんが歩いてきた待ってたらえ分、ー、かんない <laughs> リナどっちも歩いてたんだよねこうなってたリナめっちゃ見ためっちゃ見たでも くんな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 ,くんな,くんなやだやだめっちゃだやだやめろやめろやめてくれやめてくれえ逃げられたんだけどそこで逃げんのかえ逃げられたんだけどえずるくないそこで逃げちゃうの君はそんなところで逃げるの 男なら逃げないよえっ、ー、行っちゃったどっか最悪逃げやがった先生堂々と立っち向かって来ればいいのにほんとに育児なしな虫ですねほんとにダメだよいや男の子かもしらんけど <laughs> メスかもしれんけど え虫ってオスメスだよね多分あっホだったわ遠方組からすると街でメンバーを見つけるとか比較確率的に不可能に近いまあ確かにまあ普通見かけないから <laughs> まあ見かけてもそっとしといてください僕はポチャッコみたいと言われておりそうなのいいじゃんもはや気づかれに行いったい,いや全然全然 クミンと心配してたもんいや帽子持ってくればよかったねみたいな全然全然関根 <laughs> さんこんばんはこんばんは兄ちゃんを街で見かけた時にサリンも振ってもいいんですか絶対やめてください絶対やめてください本当に。うに、ん、それされたらもう私もう泣きます <laughs> 泣く泣くよ本当に泣いてまあこんなさ幼いさ 女の子がさ泣いたらさまあみんな見るやん大丈夫大丈夫ですかみたいな来るやん来てあの人が <laughs> あの人に <laughs> サイリウム振られましたみたいな言うからそしたら警察署に連行されま,すまあ連行されたい方がいらっしゃったらまあ是非やってください サイリウムはもう劇場とか会場とかだけにしてくださいよオハシス21が会場の場合は別にいいけどプライベートはやめてよ今日も鶏肉焼いております今日も鶏肉いいじゃん一人だけ1.5倍速で踊,踊る日楽しいになってるそんなこと来るかそんな日来るか音符ありがとうやばい結構時間やばいんだけど コメントを認めてプレゼント紹介に専念専念します。あ、一つ目。さっきも見せましたが、お洋服ピンクピンクお洋服です。ピンクピンク服ピンクマンです。ピンクマンです。って感じです。で、<laughs> えー、次は、あこれもいいですね。 お洋服ですねめっちゃかわいいこれ本当に感動するリーナ本当に心は泣いてたなんだっけなこれええエウエウヘンもエウエファンみたいな <laughs> えっエウエファンえちょっとリーナわかんない読み方がよエベエベエベエレンエベリンエベリン エベリンさん、イベリン、エベリンさん、エベリンさんかなこれ、イイってさ、イとも読むしさ、エとも読むやん。どっち？え、エブリンさん、エブリンさんだ。エブリンさんです。可愛い,い名前ですね。エブリンさんのお洋服、あこれもこれもです。えめっちゃ可愛い,いんだけど、またすぐ来ますね私。 え、めちゃくそ。めちゃくちゃ可愛いです。ちょっとさっきの話で。めちゃくちゃ可愛いです。かなんかね、半袖です、半袖。え、めっちゃ可愛い、これ、本当にお気に入り。まだ着てないけど。ベルト付き。え、これはもう私、着ます <laughs> え、絶対東海で着ます。いつかの。うん楽しみにしててください。だってもう、リーナさ、 もらったお洋服さあの s k e の T シャツ以外は全部あれですよ紹介で着てますよすごく嬉しいんで多分ねどっちも着ますありがとうございますお洋服はね本当にりなもう半袖さ二パターンぐらいしか持ってないのよ <laughs> 本当に持ってなくて <laughs> 嬉しいですりなの私服が増えました <laughs> あとはですね <laughs> じじゃゃんえめっちゃ可愛いんだけどえっ待って写真あるの今初めて気づいたカミナちゃんのサイン付きですえやばくない豪華すぎるんだけどこんなやばいポップコーン二人だけのフレーバー恋の魔法にかけられて僕らの青空が収録されていますえみんな可愛いすぎるんだけどこんなやばくないえー、っと みんなから見て右から、えー、黒柳愛理ちゃん右から2番目卒業しちゃいますが上のその里奈ちゃん右から3番目中村香音ちゃん右から4番目里奈とはあんまり、ね、接点はないんですけど杉本まどかちゃんですめちゃくそにめちゃくちゃ可愛いです <laughs>、えー、やばいえー、ほらみんな やばいんだけどなんかもうこの時のさカノンちゃんの涙袋が特に好きえ本ほんとに可愛い早く遊ぼうね <laughs> めっちゃ可愛いんだけどえ,えなんかこの写真リーダー知らなかった今気づいたえ、これなんか送ってくれるって言ってたからすっごく楽しみに待ってたのよでもやっぱりさ検査とか入るからさねおまどかちゃんじゃん えこれ見せていいやつかないいよねきっとチラ見せわ、ま、どかちゃんです <laughs> めっちゃかわいい、まあ、これは私の宝物にしておきますね一つは聞いて一つは宝物にしておきます二つねいただいたのでありがとうございますめっちゃ嬉しいあとはですね あ手紙もいただきまじゃあ読みましたよあの言葉で、ね、出してみんなには伝えないけどってことです、ね、えマジ最高なんだけど死にそうやばくないこれえやばくないえこれさあのカバーはあの妹がくれました <laughs> 妹が結構アニメとか好きで缶ババチとか集めてるから。 あモもらったんこれあげようかみたいなもらいましたやばいやばいんだけど <laughs> いやこれはねやばいなんかもうな、何みんなリナさ現実ではさこんなさ金髪とかさなんかあすごいチャラいなって思うんだけどアニメだから許されるよねアニメの中のさ金髪ってめっちゃかっこいいのよ 現実はすごいチャラいなって思うんだけどえなんかでもこういう髪型すごい好きリーナ全人類人,人類これにしてください <laughs> えめっちゃいいと思うあの推しの子のアクアの髪型とかも大好きですリーナ <laughs> めっちゃ好きあとはですねはい。 ゃネームタグみたいなやつえっ、ー、めっちゃ可愛いえこれサリーナさちょうどさ公園の前に公園の前に「えこういうやつ作りたいよね」って話してたのくるみんと作りたいねって来ちゃったよあれっすよてこれはなんか土台だけくれて。 こうやって、ね、あの土台だけくれたんですよ、まあ、あとはリナのを好きにしてみたいなえー、リボンにしためっちゃかわいいこれはあのリナのロッカー行きですロッカーにかけてこのかわいいネームタグがついたロッカーはリーナなんだよって主張しますなので皆さん私のロッカーを見た時はああの人がくれたんだなってプリンがくれたんだなって思っててくださいありがとうございます使います そして、そして。あ、これはあれですね。ご当地ポチャッコ。<laughs> ご当地ポチャッコです。シンプルにポチャッコが可愛い。なんでも、なんかそうえ。ポチャッコのさ。尻尾がなんか、しゅうじに見えるんだよね。これ気のせい。もともとだっけ。<laughs> でも、なんか。ご当地。なんとか。いいですよね。わかる。 京都行ききたたくななってきたな修学旅行で京都行ったんですよ私あの小学生の頃京都行きたいありがとうこれであの京都に行きたい欲求をが増えました <laughs> 続いてえこれやばいんだけどこれはやばい激アツじゃん 願わくば私はえっ地か思ったんですけどでもすんごい嬉しいですだって私の大好きなぽちゃっこと結構好きな竹道がいるんだもんこの前誕生日を迎えた竹道がいるんだもん昨日だよ昨日おめでとうタケおめでとうでも何歳おめでとうって言っていいか分かんないんだよね っってささ過去の話ばかかだからさ <laughs> 年取ったタ道をお祝いするべきなのか過去のタ道をお祝いするべきなのか分かんないけどどっちもおめでとうということでちょっとなんかえっタケめっちゃ顔ちっちゃいんだけどやだどうしよううん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  <laughs> だけちめちゃくちゃ顔ちっちゃいんだけどえこれ遠近法がありすぎないなんかおたっこの方が <laughs> お顔が大きい <laughs> まあ相手の面積が多いってことですよね <laughs> ありがとうございます <laughs> かわいいきてますこれは普通に来ちゃったよ来ちゃったよやばいこれは もうやばい本当にやばいこのねあこれですこれですアクリルスタンドなんかこの片方の口角が上がってるのがめっちゃいいわかる <laughs> ちょっとリーダできないリーダできないめっちゃめずくないこれ高度な技なんだけど めっちゃ難しいんだけど <laughs> なんかみんなこの表情してくださいお願いします公園来た時とかあマスクしてるからあれかマスクなくなったなみんなこれこれで打ち合わせてください <laughs> なんかねわかるこの半分口角上げるのがさすごいいいと思いますでもリーダーできないんだ <laughs> 悲しいですね これは私の部屋のあの、地冬ゾーンがあるんですけどりんなの地 <laughs> 冬ゾーンに飾っておきますねありがとうございますえこれもなんか顔ちっちゃすぎるんだけどえっちっちゃっちっちゃい羨ましいあとあれですね なんか斉藤なぎさんのなんかねなんかブックがブックがついてましたこれ見せちゃダメなやつかわかんないわチラッとこんな感じこんな感じですえめっちゃ可愛い本当に可愛いんですよ本当に可愛い本当に可愛い可愛いい以外の言葉出ないもん好きです かい,いうことで <laughs> えあとなんかそう、あの手紙には絆創膏も送っときましたってあったけど絆創膏はなんかなかったですあのリーナが捨てたわけじゃなくてなかったですあれかもしれない肌につけるやつだから却下されたとかありそうな気もしちゃうけどの気持ちが嬉しかったですなんかねそう肌につくものはダメらしいんですよね いいからダメなのかなあと靴もありましたえこれリーナさずっとく欲しかったのよレッスン靴がほんとにね嬉しい限りだわなんか「エコ」って書いてある環境にもいいえめっちゃいいんだけどすごい可愛いうリーナ家族全員に見せびらかした「今日からリーナのレッスン靴これ」みたいな。 え本当に可愛いありがとうございますしかもさ一回履いてみたんだけどすんごい履き心地よくてあとなんかねここにバネ入ってんのか分かんないけどさなんかすごいいい感じなのよありがとうございますこれはあのー、もう次レッスンがある日から履きますありがとうございます以上ですまあ私は比較的 <laughs> あれなんですよ あのプレゼントをいただくことがねあまりないんですけど比較的ねなんかね人によって違うのよプレゼントをすんごいもらう方とね違うんですけどありがとうございましたすごい嬉しいですやっぱさリナはさ、まあ、それだけじゃないけどさプレゼントってすごい愛の数だと思ってるんですよ例えばなんか服屋さんに行ったとしますそれで そのなんか可愛い服がありましたこれ見てあーリーナちゃんにプレゼントしたいなって思って送ってくれたわけだよ常に頭の中にリーナがいるってことだよそれってめっちゃ嬉しくないプレゼントってそういうことなんだよ常にその人のことが頭にあってその人のために買いたいって思えるんだよだからそれが嬉しくて私は <laughs> かプレゼントすごい嬉しいんですよありがとうございます大切に使いますね っていうお礼配信でした <laughs> 嬉しかったすごいということでちょっと読みますねこんにちは from Indonesia こんにちは I'm from 愛知 in Japan ジャピャンなんか <laughs> ネイティブの方なんかピャンピャンみたいな感じなんだよねジャピャンみたいなクセ強ですね <laughs> 杉本ちゃんはある意味でやけらほん本当ある意味が気になるわでも心の中笑顔心の中じゃ分かんないちゃんと言ってくれないとね初見さんそんなキャッチフレーズのアイドル嫌だ <laughs> <laughs> だよね自分でも思った何言ってんだ自分って思ってちょっとリナもびっくりしました未完全の特待生の子は読み方がえ待ってリナ 宮城,ちゃん宮城ちゃんだっけなそんな感じだった気がするえわかんないそんなえ特待生の子リーナ見たけどあれ宮城ちゃんなのわかんない SK48JK 研究生スーパーレアのリーナですスーパーレアっていうの SR でスーパーレアそういうこと <laughs> 自分で言うのなんか恥ずかしくないそれかわいいありがとう東京までうちは持っていくのはみ荷物増えるし大変なんだけどなあそうなのうちはって多分紙髪切れじゃないね ターノって言うとあれだけどさあの量的にね量的にっていうのはかさばる的に <laughs> かさばる的にねえ1枚の紙やんまそれは頑張ってください <laughs> 犬は足の裏しか汗かかないえそうなんだ知らなかった誰か杉本が星になる理由を教えて私も知りませんグルーナでアイスは楽しそうめっちゃ楽しかったよ GG じゃないめっちゃちっちゃいやつです 虫,虫出現により配信終了の危機それは逃れた待ってちょっとリナ延長しちゃうかもしれないけどミカん見たい人は見てくださいスネレアと言われてもわーすごいってなりませんよだよね <laughs> ミオさんみたいに泣きながら配信するえ泣きながら配信したのミオさん <laughs> 大丈夫この家虫の発生率高いあのねライトがあるからリングライト照らしてんのよ今目の前でライトに寄ってくんのよ あれもリーナちゃんのとこに行けない育児なしの虫それは来てくださいだって虫でも来てるよりーなのとこ虫より育児なしはダメだよちゃんと来ないとリーちゃんの圧から虫逃げた圧から逃げたのかなでもどっか行っちゃったわ本当に画面越しに飛んできたか今蚊に刺された <laughs> 風ないんだよな進化したもしかして画面からあの移動する時に <laughs> みるちゃん可愛いありがとう。ふりですね、わかりました、ふり、ふりじゃないです友達にラインしたら、のりのりでいくってきたから、女性ペア枠で申し込んで、もう会いたすぎる。え、めっちゃ嬉しいんだけど。え、その友達はリーナのことをしてくれてる。<laughs> え、嬉しい。見つけます。超保湿可愛いコールはいいんですか。え、星がわかんないけど、可愛いコールはいいですよ。<laughs> 星がわからん。 誰もありがとう。あ、めっちゃ来れるよ、誰も。なんか、ありがとう。<laughs> 幼い女の子とは、え。幼い女の子じゃなねえな。それは本物の警察に逮捕、そうだよ。本物の警察に逮捕されますよ。自己紹介して、ちょっと後でやるね、ごめんね。ちょ時間がないのよね。服可愛い、可愛いよね。心は泣いてた。心。ごめん、何の話かわかんない <laughs>。 ちょっといろんな話し,しすぎて大岡さん昔ピンクマン行ってたほんとそうなのリナピンクマンかわいい似合うなありがとうそらそらヘアのリーちゃんありがとう冬の東海でも来てる冬はちょっと寒いかな <laughs> 冬はちょっとリナの情熱でもあったかあったまんないかな誰のサインカミナちゃんですカミナソのリナちゃんですあのね 女優とししてて活動してますめっちゃいいあの大笹さにも出てましたよ橋本環奈さんと一緒のリーアの CD 持ってるね持ってるよねみんなみんな持ってたよ普通にファンの方達ち本当にセンスいいそれなおしんにいるっていうふ <laughs> ふでも本当にそうなのよだからセンスないからプレゼントあげないって落ち込んでる方もある,あるんでセンスあの自信持ってください ノアち,ちゃんは今ね STU で s t u 4 8三で活動してるんですよだからちょっといないですねまどかちゃんなんだ次特待生まどかちゃんでした音符ありがとう金髪の本能さんないちゃ違う違う本能さん似合えばいいんだよ似合えばいいんだよみんな同じ髪型だったらいいや確かにもうそんな髪型はできる毛量がないそれはどんまい,い どううもいいあ,とありがとう仕事で髪染め気にしから違う違う違う髪を染めてほしいわけじゃないあのあれだよ言ったやんアニメの中の金髪はかっこいいって髪を染めてほしいわけじゃないんだよあのあの髪がいいのリーナ <laughs> あの、うん、ツーブロみたいなやつツーブロ違うなんかこういうやつ <laughs> あれがなんかいいです中球の髪型好きです私 試験さんこんばんは髪ない人ピエンそれはもうあの知恵のオーラを出して髪の代わりにオーラを出してくださいオーラは出せるよね髪はなくても筆あやっぱり筆だよね主人公なのに <laughs> まあ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 、まあ、それでスリショットごめんできなかったもうしまっちゃったごめんなさいめっちゃニヤニヤしてるリーナ <laughs> それはごめんなさい <laughs> になちゃんファンは劇場での表情管理が大切そうですね大変大変笑顔が引きつった人引きつった人えそれはもう普通に笑って靴 <laughs> か,かっこいいよねわかるえみんなもどうせ欲しいって思ってんでしょ <laughs> 2 3 c チだけ24だよリーの足を縮めないでくださいみんなの身長は縮んでもリーの足は縮めないでください リちゃん偉いねありがとう <laughs> 何が偉いか分かんないけど <laughs> ありがとう確かに買う時は推しのことで頭いっぱいにしながら買いますねりなちゃんいいこと言うえちょっとりな今日なんかいいいい感じもしかして <laughs> 心のコンディションとの整ってるかなもしかしてあみかん始まりましたいってらっしゃい残る人は残ってくださいすぐ終わるんで前にプレゼントは送ったけどありがとうどうなったんだろうえ何何を送ってくれた多分言ってくれた分分かる ラッパじゃない掘るんじゃなくてチューバーありがとう多分チューバポジャコ見るとりなの顔が浮かぶそれは愛じゃん <laughs> それは愛じゃんチュア曲がるといけないと思うとカバンの中の収納が難しかったあ、そういうことなんかうちはカバーとかないんかななぜか一番近い名古屋は仕事で行けない東京は昼より入るマジそれは残念まあ東京は楽しみにしてますりな組ありがとうこんばんは 延長スペシャル大大ではないまだ1分一分だセンスはあるけどセンスはないなんでセンスあるの逆に <laughs> センスあるんだったらセンス産んでくださいゆなちゃんにお米を送ってあげたいなんでなんでお米こんばんは初めて来たこんにちはフォローしたよありがとうなんかすごいテンションが好き <laughs> そのテンション好きでいいなありがとうすごいねテンポがいいのよ トトントン,トンって感じでありがとう <laughs> 一回だけ鼻つまんで時間ないけどいきます <laughs> この前鼻声だったのにリ,リーナまた鼻声になっちゃった初見さん今日の服はどんな感じなんかねあれですロリ <laughs> ちょっと今は外させてなんかねピンクピンクワンなんですよ今日ピンクのワンピースえめっちゃ可愛いんですこれあのこれはファンの方からいただきました 地雷っていうのかなあリーナがいつも着るよりかは地雷の服ですねって感じです髪のオーラ出せるもんなら出したい髪のオーラじゃないのよ自由のオーラ頑張ってください中期の押しがいになるのこれそれはまあいいと思いますプレゼント送らなくてごめんないいよい別にいいですよ愛があればスマイリーポーズ うん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 、うん、オッケー2回 <laughs> 始まった始まったよね言っていいですよ皆さん喜んでくれて嬉しい当たりますようにりーちゃんのことひたすら見るから <laughs> ありがとうりーなもひたすら見るんで覚悟しといてください自己紹介してちょっと今度こうのこさしますねはい SK ホテル通勤研,研究生のり <laughs> <laughs> ーちゃんこと杉本りーなです14歳の9月に十日生まれの中学3年生気合いの言葉は受験好きな言葉は挑戦です、えー、大型乙女のネズミシです 好きなワンちゃんの種類はトイプードルティーカッププードルタイニープードルですサイ,リムはサイリムカラーは赤ピンク白色の3色ですです付きあったときは次あったときは7月1日とか7月9日はあの SK 劇場にて We are グロービングアップ公演があります来てね <laughs> 来てくださいフォローコメントなどなどで応援してくださると嬉しいですよろしくお願いしますします痛いします痛いしますマイメロのタングルティーザー あれ届いたよリーナちゃんと使ってるいつもいつもイベントの時もいつも持ってってますありがとう冬ポーズ、うん、<laughs> ちょっと待ってむずいんだけどうん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 こっちできるからいいなうん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 えー、めっちゃキモいんだけどふふふふ心から公演外れると思いますが応募してみましたダメだよ 挑戦が大事って言ったよ外れるって思ってるだけじゃないのよ外れるじゃなくてもし当たったらどうするそれでそれが大事一歩踏み出しましたあなたはありがとうございます <laughs> 楽しみに待ってますちょっとごめんね今倍速なのよ延長してるんで上田舞ちゃんから連言です私もリリーのライブでリィナちゃんと会いたい会いたかったえリナも会いたいえ本当に会いたいんだけどいつか会いましょう <laughs> 嫌いな言葉受験そうだようん受験も挑戦いやそうなんだけどまた違う挑戦ですね <laughs> 7月1日 A 列お,おえすごいそれはね絶対見つける <laughs> 兄ちゃんまたね会いたいぞ会いたいぞ会いに来なさい <laughs> またねありがとうございました <laughs> 未完全初回に出てリレーしても密着されたりちゃん M−1 もらえないのが不満そうだよくださいかわいいありがとう今日もかわいいありがとうお疲れ様ありがとう <laughs> この回分かると思って当たると思ってる当ててください 運を使ってくだささい初見さんこんばんはこんばんここばばははもう少し長めにはい <laughs> はいそうだったな使ってくれてありがとうちゃんと使ってますいつもありがとうございます好きな言葉は合格ですかあー合格も好き <laughs> 好きですということであ,あああということでえでえちょっと待って あの、真理の新発見したかもリーナえ待ってででえなんかさ「で」って言ったらさなんかトントンってなるんですけどえやばいででででで,であれなんだっかこうなっちゃったリーナの新発見失敗でした <laughs> 会いたいけどなかなか行けないからそれはしょうがないね その分ねショールームとかでたくさん応援してくださると嬉しいですよろしくお願いしますフライパン役になってる毎日使ってます役今後使いました <laughs> めっちゃふざけてないこれ鼻クリップしながらねコメント返しとかめっちゃふざけてるように感じるかもしれないけど本気です <laughs> 鼻クリップまだ使ってるの使ってますよいつもということで <laughs> 今日配信終わります次のトークはいつなんだろうね来てくださいよみんなたくさんたっくさん回ってくださいねお願いしますということでちょっと延長してしまってみかんにいた方もいらっしゃると思いますが <laughs> 今日はありがとうございましたあプレゼントもねな、まあ,あ見せとく見せとくかあ最後にさプレゼントもらったよっていううん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  うんうん、OK ありがとうございましたすごく嬉しいです私レベ <laughs> ンとね私特にさ幼いんで嬉しいんですよ <laughs> 楽しかったこちらこそゆっくり休んでねこちらこそですね月曜日から楽しい時間をありがとう月曜日あそういうことね <laughs> あそういうことね分かったよ <laughs> 今日ねありがとうじゃあ明日はブログなんで皆さん見てくださいああみかん楽しんでください私見ます バイバイプレゼントありがとうございまし